すごい。でかくなった。今までと全然違う。じゃあ、早速打ってみます。なんか画面も大きいですね。ああ、これ疑似現ですね。おお、泣いたら熱いで、泣いた。奥行きあるな。実写。おお、あ、二人でやるんだ。あ、外れた。あ、夜だ。これ熱い。うわー、綺麗。千両箱に変わった、さらに。おお、すごい。この海を出た。うわ、ここも、うわ、おお、さあ5件。うわー、でかっ。おー、すごい。休む暇がないですね。びっくりしてじりじり上がってくる強楽マークボタン。もう保留玉を見るっていうのはもう基本になってますから、今のパチンコの流れとしては。いや、もう本当に今まで必殺仕事に3の番をずっと使ってたんですよね。それでだいぶ慣れてたから、まずこう立体感がすごい出て、そのホールによってね、席が狭くなっちゃうんじゃないかとか、そういうのがちょっと心配。埋めるのか、やっぱこっちに出てくるのか、その兼ね合いがちょっと気になったりはしてますけども。液晶が大きくなったのと、全部もちろん何ですか、背景は写真じゃないと思うんですけど、写真みたいに綺麗でしたね。夜のシーンとかは役物も結構はみ出して見えてるから、すごい期待感もあって。合計は縦にしか開かないと思ってたんで、斜めに出ると思わなかったですし、稲妻のところがうまく鞘の柄になってるんだとか、散々私パチンコ打ってきましたけど、まあびっくりしましたし、どうせやるんだったらあれ全部見たいと思いますので、まあ、しばらく通うことになりそうだなと思います。ホールで打たなきゃ分かんない。